2021年3月9日京都府と奥下西州の友好提携5周年に合わせ、京都府西脇知事、奥下西州駐日事務所ベール氏、京都陶磁器協同組合連合会山本会長が出席して陶磁器産地交流の発表会が京都府庁で開催されました。京都府の京焼清水焼と奥下西州の三簡単ラポテュリの作り手による陶磁器産地交流がスタートしました。この取り組みは我々にとっては挑戦であり、特に若手の作り手たちが意欲を持って臨んでくれており頼もしく思っております。これまでにない陶磁器産業を目指していきたいと思っております。異なる歴史、しか技術、価値観なんですけども、それがこう合わさることによって、掛け合わされることによって、どういう新しいものが生み出すか、生み出されるのかって非常に楽しみにしております。幅広くですね、しかも深みがあって末長い交流に発展することを期待をしております。続いて奥下西州のデルガ議長からのメッセージを駐日事務所ベール氏が紹介しました。京都府と5年にわたり築いてきた友好と交流を土台に、今回陶磁器の職人たちの交流が始まること、心から感謝申し上げます。奥下西州と京都府のパートナーシップの豊かさを促進できることを期待。次に記念モニュメントが披露されました。京都府立陶工高等技術専門校の生徒が制作に参加し、両産地の陶磁器の陶片を貼り付けました。発表会で最後のピースをはめ込み、記念モニュメントが完成しました。交流が無限に続くようにと、両地域が共同で一つのものを作り上げる共同を表現しています。3月11日陶磁器産地交流を紹介する展示ブースが設置され、キックオフイベントも行われました。奥下に有名なのは比較産業ですね。3月30日京都府と奥下西州の産地同士をつなぐオンライン交流が行われました。今後相互に訪問して工房視察や短期研修、また共同での販売会の開催、展示会出展などを検討していくということです。これからの陶磁器産地交流に注目してください。